1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日？7月4日、梨の日。梨の語呂合わせにちなんで、梨の生産が盛んな鳥取県の20世紀梨を大切にするまちづくり委員会が7月4日に制定した記念日。梨は弥生時代頃に中国から伝わったと目されており、以後20世紀、香水、豊水といった日本独自の品種も誕生するなど、古くから親しまれ続けています。アメリカ独立記念日。イギリスの植民地として長く支配下にあったアメリカが独立戦争で勝利をつかみ、1776年7月4日に独立と自由の宣言を行ったことを祝福する記念日。合わせてトーマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリン、ジョン・アダムズらによって作成された独立宣言書が発表されたことで、アメリカ合衆国が誕生しました。ちなみにアメリカがイギリスの植民地となったきっかけとされるイギリスの探検家ウォルター・ローリー氏がアメリカに上陸したのも1584年7月4日でした。1776年以降、アメリカでは7月4日を独立記念日、インデペンデンスデイとして自由を祝う祝祭が国を挙げて行われています。不思議の国のアリスが刊行。1865年7月4日、ルイス・キャロルによって不思議の国のアリスが刊行されました。大学講師だったドジスンは、1862年のある時、同大学のリデル学寮長の3人の娘と川辺に散歩に出かけました。散歩がてら、ドジスンが思いつくままに話したおとぎ話に末っ子アリスがすっかり気に入り、本にしてほしいとドジスンにせがんだことが制作のきっかけになったと言われています。ちなみにルイス・キャロルはドジスンのペンネームです。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。